名祭司書。無名祭司書、ドイツ語。Unaussprechlichen Kulten。英語。Nameless Cults。Friedrich Wilhelm von Jungst。1795年、1840年、時折、無名祭司書、とも記される。この魔導書はロバート・E・ハワードが創造したものであり、暗黒の民、を書室とする。当初は、Nameless Cults。という英題しか存在しなかったが、ドイツ語の現代をつけることを思い立ったハワード・フィリップス・スラブクラフトが、オーガスト・ダーレスの助言を得て、Unaussprechlichen Kulten。と命名した。Nameless Cults。の直訳としては、Unnennbaren Kulten。の方が妥当であるという意見がE・ホフマン・プライスから出されたが、ラブクラフトは語感を優先してダーレスの案を採用した。なお、いずれも三角であるため書物の題名としては不適であり、一角の Unaussprechliche Kulte を用いるのが正しい。概要。著者であるフォン・ユンツトが世界中を回って見聞した。クトゥルフ、ヨグソトース、サトグア、ガタノトア、シュブニグラッス、イグといった恐るべき神々にまつわる古代信仰、秘密の宗派、様々な伝承、忘れられた言語などについて記されている。本書には3つの版が存在するとされる。ドイツ語の初版、無作序版、は、黒の書、とも呼ばれ、1839年にデュッセルドルフで刊行されたクオート版、四つ折り版、の本である。これは鉄の留め金のついた革製の装丁がなされており、発行部数が少なかったことと所有者たちが憤書にしたことにより、現在、ヨーロッパとアメリカの図書館に全部で6部しか残存していない寄稿書となっている。出版後、直ちに発禁処分とされた。第二の版は、1845年にロンドンのブライドウェル社から出版された英訳の海賊版である。翻訳者不明だが語訳が多いとされ、多くのグロテスクな木版画が収められている。公的、あるいは私的なコレクションに少なくとも20部が現存していることが分かっている。初版と同じく、出版されてすぐに発禁処分となっている。第3の版は、1909年にニューヨークのゴールデンゴブリンプレス社から出版された英訳の削除版である。これにも語訳、誤植などの間違いが多数存在するが、廉価な八つ折り版であったこともあり、比較的多く現存すると考えられる。フォン・ユンツトは本書が出版された翌年、1840年に、施錠され、かんぬきで締め切られた部屋の中で、引き裂かれた未発表草稿とともに、喉に鍵爪の跡が残った絞殺死体となって発見された。またその後、彼の友人アレクシス・ラドーによってこの破られた草稿が復元されたが、ラドーは、草稿を読み終えた後、即これを焼却し、自らの喉をカミソリで書き切って自殺した。